人いんの？ってか、なんでこんな人なの？すみません、お客様。こちらですね、ホームが禁煙となっておりましてですね、技巧内全面的に今禁煙になっております。タバコの方ですね、消していただいてもよろしいでしょうか？いや、あれよ、電子タバコだから害ないのよ。はいはい。あ、電子タバコでも、一応ちょっと禁止させていただいておりまして。なんで？はい、タバコも他の方も協力していただいておりますので、申し訳ございませんけど。いや、害ないからね、そもそも。害がなんか空気と一緒よ。空気を吸って何が悪いんですか？そうですね、一応おタバコというジャンルになっておりますので、まだまだ、一応近くにも妊婦の方とかいらっしゃいますので、一応タバコの方ですね、赤ちゃんにも害があるということで、一応協力をしていただいてもよろしいでしょうか？海外じゃ普通なんですわ。日本が遅いだけなんで、はい、早く追いつきましょうよ、はい、日本だけですよ、こんな厳しい国、はい、ね、僕はもうそんな流れにも騙されたくないので、はい、僕は平気で吸います、はい、悪いことはしてません、はい、全然大丈夫です よ、ですが、ちょっと一応ですね、はい、ルールになっておりまして、機構内全面今禁煙となっておりまして、今車両の方もほぼ禁煙になっておりまして、新幹線でも喫煙ルームなどを設けたりはしてるんですけども、はい、満足したらやめるんで離れてください。満足したらやめますので、あと 2,3 本したら満足するんでやめてください。邪魔しないでください。今気持ちいいので、外でタバコ吸えてすごい、こんな気持ちいいことないですからね。邪魔だけは避けてください。お願いします。僕の時間なんで、仕事してください。仕事をしてください。ですが、うん。なんすか？ですが、もう、おタバコは、一応。うるさい、うるさい。もういいから、あっち行ってくれ。もう好きにさせてくれ。好きな時間を過ごさせてください。電車来るまで、車内では吸わないから許してくださいよーって話です。じゃあみんな一人の一人にちゃんと聞いてるんですか？それを全部僕だけに全部バーンってぶつけるのは違うと思いますけどね。おいごろてめえ、お前近くに妊婦さんがいるんだぞ、見えてねえのか？苦しそうな顔してんのが見えねえのか？あんたも奥さんいいんじゃねえのか？実は奥さんがいて妊娠してて、家では吸えねえからここで吸ってんだよ。あんたの奥さんと同じようにお腹に赤ちゃんを持った妊婦さんがこんなに近くにいるんだぞ、なんで気を使えないんだよ。自分の奥さんが近くでタバコ吸ってる大人がいて許せるか？タバコ吸って赤ちゃんに万が一のことがあってみろ、どう責任取るんだよ。そこまでは考えてなかった、申し訳ない、やめるわ。でもそんだけ言うってことは、駅員さんもきっと結婚されて、そして子供がいて、大切な奥さんもいて、素敵なお父さんをやられてるってことですよね。独身ですが気まず、はい、独身です。独身ですか？はい、紹介してください。今度よかったら表参道の町コンとか行きませんか？